はい、皆様こんにちは、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、私の声きちんと聞こえていますでしょうか。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様、チャンネル登録、高評価、優しいコメント等ありがとうございます。さて、外国の方も見ていただいておりますので、英語でもご挨拶させてください。Hi, this is Mose here. How's going on? This channel is sent with English, Chinese, and Filipino subtitles. I look forward to your channel registration, like button and comment. はい、じゃあ改めまして、今日はヤギ座さんの6月の流れというのを見ていきたいと思います。いよいよね、6月早いですね。ということで、はい、私のこれ手作りホロスコープになっています。きちんと見えますでしょうか。はい、まず今月のヤギ座さんの流れをまずね、簡単にこのホロスコープ、星の流れで説明した後にルノルマンカードで流れを見ていきたいと思います。まずヤギ座さん、ここにヤギ座さんがいるんですけれども、ヤギ座さんから見て今月一番目立った動きっていうのが、ここ5番目の部屋に金星がねいるんですよ。ちょっと近づけますね。はい、5番目の部屋に金星がいます。これはどういうことかと申しますと、5番目の部屋、ヤギ座さんから見て5番目の部屋っていうのは恋愛のこと、娯楽のこと、赤ちゃんのことというところの部屋に恋愛の星、金星が入っているので、ヤギ座さんにとってこのね、6月の23日までは大恋愛のチャンスです。とてもとても大きなチャンスの時になっています。そしてですね、まあ4番目の部屋、ヤギ座さんから見て4番目の部屋に火星と木星が入っていますので、まあ、あなた自身、実家とのつながりとか、なんかこうご両親とかご先祖様とのこう縁というかね、そういうものがとてもこう強くなってきたりっていう可能性があるかもしれません。なんかこうこれからの、まあ、半年1年くらいはこうあなたにとって何かこう家、実家に帰るとかですね、実家に戻るような人も出てくるかもしれません。そして今3番目の部屋、コミュニケーションの部屋で海洋星が逆行しています。なのでここはコミュニケーションの星で、それプラスですね、水星っていうコミュニケーションも今現在6月の2日まで逆行しているので、今あなたにとっていろいろなこうコミュニケーションが少しうまくいきにくかったりとか、うまく伝わりにくかったりっていう可能性があるので、少しだけ要注意です。あとはですね、あなたの部屋、12番目の部屋で14日に満月が起こります。なのであなたのこう気持ちが、まあ10日過ぎぐらいからなんとなくモヤモヤ、なんか気になるイライラとか、そういうものが出てくるかもしれないんですけれども、それはこの満月の影響かもというふうに思っていただいてもいいかもしれません。とにかくヤギ座さんにとって今月の特にね、23日まではもうむちゃくちゃ恋愛運や赤ちゃんの可能性がとてもとても高い時というふうに出ています。それでは今からカードでじゃあ見ていきたいと思います。あなたの流れが実際にどうなっていくのか、6月のヤギ座さんの流れ、見ていきます。さて、まず出たのが、あの人のカードです。
今見ていただいている皆様、これはね、男性も女性も、これはね、あの人のことを表しています。そして山、手紙、はい。そして今度は鳥ですね。コミュニケーションを表す鳥に、はい、今度はね、あなたのカードが出ています。うん、はい、ネズミです。なんか連絡を表すカードが多いですね。ライダー、庭、フォックス。はい、じゃああと1枚ずつ出していきます。ワンちゃん、星、無知。お、花束だ。お、ユリですね。月、うん、太陽も出て、あ、これは道。うん、なんか太陽と月が出ている、すごいいいですね。怒りとフォックス、はい、こういうカードがね、まず出ました。うん、はい、ちょっと今回はね、これまあヤギ座さんということでね、今カードを出しているんですけれども、うん、まずですね、こちらのところは6月のだいたい1日から10日ぐらい、そして真ん中のところが、まあ、11日から20日ぐらい、そして20で、こちら一番左のところが21日から30日ぐらいというふうに考えていただきたいんですけれども、うん、うん、そうですね、うん、水星逆行の影響とか、あと先ほどお伝えした海王星、ちょっとこれお伝えしますね。ここのね、海王星がね、リバース、ヤギ座の方から見たら3番目の部屋でリバースになってる影響と、あとね、やっぱりこの水星逆行の影響も大きいかなって思うんですけれども、1日から10日ぐらいまでは、こう、あの人だけじゃないんですけどね、何かコミュニケーションでこうイラってすることがね、あるかもしれない。どういうことかっていうと、例えば送ったつもりだったのに送れてないとか、こうなんで既読になってるのに返信くれないのとか、こうそういう部分でこうコミュニケーションですよね、トータルで見る。なんかそこの部分でなんかこううまくいかないなとか、なんかイライラしちゃうなっていうことがこう出てきやすい時かもしれないです。特にね、まあ、これはね、10日、8、9、10ぐらいでしょうか。6月の8、9、10ぐらい、そのあたりが特にね、コミュニケーション気をつけてっていうふうに出てるんだけど、前半の前半、特に6月の1、2、3ぐらいですかね。なんかあの人ととてもこういい感じになるというか、信頼関係が深まっていくというか、うん、すごくこう2人の絆がこう強いですね。こう男とか女とか、なんかそういうのではなくって、お互いの人間性がなんか好きみたいな、そういうものが出ています。で、もし今あなたが何か出会いを求めている人であれば、これね、ソウルメイトっていう意味もあるんですよね。なのでもしかするとあなたにとってソウルメイトの出会いがこのね、6月の前半の前半、まあ、1日から3日ぐらいまである可能性はあるかもしれません。で、ここのね、まあ、星と山っていうのが出てるので、もしかしたらあの人に少し連絡が取りにくいとか、会いにくいっていうことがあるかもしれないですね。まあ、これ6月の上旬です。6月の、ですね。6月の、そうですね。まあ、4、5、6とか
ぐらいはこう少し会いにくかったりとか、連絡が取りにくいとか、そういうことが出てくるかもしれません。でも半ばになると、はい、素晴らしいです。ここにね、太陽が出ていますね。太陽とライダーと庭道、フォックス怒り、はい、なんか中盤はこう嬉しい知らせとか、素晴らしい運命の出会いとか、待ってた連絡がようやく来るみたいなところがあって、あとこう人間関係がね、どんどん広がっていくっていうのも出ています。交友関係、まあ仕事関係とかイベントとかプライベート、もういろんなところであなたの人間関係が広がっていくよっていうふうに出ていて、そしてまあ仕事、これは特に、まあ、会社員の方ですかね。まあ、自営業、アルバイト、パートの方ではなく、こうサラリーマンの方がこういわゆるこう仕事に対して、仕事がしやすいって言えばいいかな。こう集中ができるとか、こう腰を据えて仕事ができるとかね、そういう感じが出ているので、なんかこの中盤っていうのは、まあ出会いや連絡、仕事っていうところでとてもこう落ち着きがある。そういうものが出ています。まあ特にね、ここ太陽が出てるので、まあ先ほどまたちょっとこれお見せするんですけれども、このね、恋愛の部屋で、金星、恋愛の星が23日まで。あるので、やっぱりこの時まではね、むちゃくちゃ出会い運、恋愛運自体がすっごくいいです。とてもとてもいいので、やっぱりその影響が出てくるのかなって感じですね。はい、そしてね、後半をこう見ているとですね、ここもね、恋愛の喜び、こう嬉しい告白とかお誘いとか、こうあなた自身が、とてもこう色気があるって言えばいいのかな、なんかこうセクシーさとか色気とか、そういうのがね、醸し出されてるような、そんな感じがします。ただ6月の最後になると、月とネズミっていうカードが出てるので、何か恋愛面でこう心配事が出てきてしまったりとか、あとはあなた自身がとてもね、感性が豊か、こうロマンチックな部分がちょっとね、こう大きくなりすぎてしまって、なんか自分で不安とか悩みとかを作っちゃう可能性もあるかもしれません。まあ、ヤギ座の方、まあね、一言でヤギ座の方って言ってもとても難しいんですけれども、でもヤギ座の方って基本的にものすごく真面目で、仕事熱心、自分のペースで進めていきたいっていう部分があるんですよね。どっちかっていうとこう、プライドの高さとかもあるんですけれども、やっぱりこう称賛されることかとか認められること、そこで自分の価値を見出す方が多いのかなっていう感じがします。で、今回ね、まあ、これをこう全体的に見てみると、まずね、とてもいいんですよ。とてもいいんだけれども、ところどころちょっとこううまくいかないところとか、コミュニケーションとか、あの人となかなか会いにくいとか、なんかあなたの恋愛観とあの人が合わなくて、なんかそこでちょっと体力とか心の体力を消耗しちゃうこともあるかもしれない。でも、こう言いたいのはですね、こう今月、まあ、特にね、まあ、23日までは、まあ、出会い運、恋愛運もすごく好調だし、こう無理にあなた自身の私は、僕はこうだっていう部分を作りすぎずに、こうお相手様と一緒に、ね、恋愛って一人じゃないですからね、一緒に作っていくっていう風な感じでいくと、おそらくね、こういう悩みとか、そういうものがね、こう減少されていく、悩みが減っていくのかなっていう風にも私は
取ることができました。じゃあ最後にね、あなたへの今月のアドバイス、じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあこちらからね、カードを、はい、じゃあね、2枚取っていこうかな。はい、じゃあこれがね、あなたへのアドバイス、さ、どういうものが出るかな。お、よかったですねイエスが出たらこれ嬉しいですね。うん、イエスと、あとはね、まあ、この許すっていうカードが出ているんですけれども、あなたの中にこう何かトラウマというか、言われた言葉とかされたことっていうことがこうしこりとなってね、もしかしたら残ってる部分があるかもしれません。そして自分自身に厳しいところもあるような気がするんですけれども、どうぞどうぞあなた自身をね、こう許してあげてください。そしてあの人のことも、もしかしたらそこまで深い悪気はなかったのかもしれません。そこを許してあげることによって、なんかもう本当になんか両手でバンザーイってするような感じで、なんかたくさんの喜びが来る可能性があるのかなっていうふうに出ています。とてもね、素敵な1ヶ月になるような感じですね。もう一回言うんですけど、本当にね、この金星がね、今5番目の部屋にいるので、もうあなたにとってはとってもとってもモテ期で楽しい時です。なのでぜひ積極的にこう行動することをおすすめいたします。はい、これがヤギ座のあなたへのメッセージです。どうぞ素敵な1ヶ月をお過ごしください。